まして山下智久さんです。大きな拍手お願いします。皆さんこんにちは、山下です。ありがとうございます。今日はこういう貴重な場に招いていただいて非常に嬉しいと思います。はい、このブルーカーペットの雰囲気いかがでしょうか。素敵ですね。ブルーカーペットも素敵ですけど、だって皆さんが集まってくださってるこの風景が何よりよりブルーカーペットが素敵にしてくれてる感じがします。はい、さあそしてもう今年は MTV ともですねたくさんまたお付き合いいただきまして、セレクト10とかもねありがとうございました。はい、さらにこの後 MTV ビデオミュージックアワードジャパンの本編ではパフォーマンスも披露していただきます。明日のザライブでもね、ご登場いただきますけども、そちらへの意気込みをお願いします。そうですね、自分としては、今年、5年ぶりの、コンサートツアーをやらせていただいて、やはり音楽っていうのはすごい力を持ってるんだなっていうことを改めて実感させていただいたので、明日もですね皆さんの前でパフォーマンスできること、当たり前だと思わずに、しっかり楽しんで、いいメッセージを届けられたらなと、そういう思いでパフォーマンスしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、このパフォーマンス本当に皆さん楽しみにされていると思いますけれども、今年は山下さんにとっても本当に大きな、変化というか、ね、またさらなる飛躍の年だったのではないかなと思いますけれども、どんな気持ちで今、その活動の方に臨まれているんでしょうか。本当にありがたいことに、そうですね、自分も20何年もこの協会でやらせていただいてるんですけど、やっぱりこう応援してくれてるファンの皆さんのおかげで本当に幸せな景色をねたくさん見させていただいているので、これからもしっかり恩返ししていきたいなという思いと同時に、もっともっと音楽の方も力を入れて届けていけるように頑張っていきたいなと、そういう思いです。はい、ありがとうございます。それではですねブルーカーペットの応援とお進みいただきたいと思います。本当に今日お迎えできてですね、光栄です。ありがとうございます。山下智久さんに大きな拍手をお願いいたします。